一方、静岡市は今朝、市議会の委員会で台風15号による断水の状況について説明しました。今この時期においても、私がブロックの北地区獅子原小河内になりますが、こちらの断水を1分でも早く解消すべく、当局をはじめとする職員等が復旧作業に全力を挙げております。静岡市清水区で発生した大規模な断水について現状を説明した静岡市。市は清水区の8割を占める世帯の取水を担っている興津川の取水口が被害を受けたことについて、今後はリスクを想定して他の取水源を確保できるよう検討する方針を示しました。